私は今日冒頭申し上げることはございませんから、質問があったらどうぞ。はい、どうぞ。東京 MX の富田です。再宿舎の件で、件なんですが、改めて知事のお考えをお聞きしたいんですが。お考えというのね、現在地で建て替えるべきだということですか。いや、そんなことよりもね、この1月にですね、いろんな問題があるし、できればね、その区が決めたですね、地区計画もあるようだから、できればそれを生かすようにね、元の場所に建て替えたらどうというオファーをしまして、まあ、向こうはそれは満足しないでね、今の通り進めたいというので、なかなかそうはいかないんじゃないかと。やっぱり折衷案というんですかね、その新しい案を出してもらいたい、それを踏まえて東京もそれに応えてこちらの意見を述べますよと言って待ってたんですけど、ずっと来なかったんですよ。それで私がマレーシアに行っている時にですね、向こうからなんていうのかな、まあ、容積率っていうんでしょうかね、回数も減らした、あるいは、樹木をね何パーセント増やすといった案が出てきましてね、それで帰ってきたら25、6日まで返事してくれる。これちょっと変わってないんじゃない、世の中の交渉ってそんなもんじゃないんだからね。やっぱりね、なんかそこら辺のところもやっぱり常識が外れてると思うしね、前も、新銀行東京についての参考人の招聘についても、佐藤君というね、最も忙しい局長の一人をだね、委員会の前日に明日の3時に来てくれんかって、こういうなんていうのかな、招致ってのは世間通らないんじゃないですかね。何のオーソリティを信じてるか知らないけどね。ですから私はですね、参議院の今度提出した案はまだまだ不満ですし、基本的にね、多少不便かもしれないけど、元のところ立ったらどうだということで言ってるわけだし、区が決めたですね、あの側をですね、下商店街にもしたいというね、アーケードにしたいってあれもあるようですから、合わせてね、こちらの意見を申しますけども、で話し合いまでもしかして今までやってこなかったんだから、それでね、25、6日持ってきたペーパーもとこれで決めろってあってね、何様かしらなきゃそんなもん通るわけない世間はな、ということですよ。だから月曜日に西岡区に会います。そこで話をします。その結果あなた方取材したらいい。その場で結論が出るということになるんでしょうか。協議続くという、それは向こうが私たちの案の上はそれは結論つくでしょうが、なかなかそうはいかないんじゃないですか。東京都が示す案というのは現在地で建て替えるということでよろしいですか。基本的にそうですね。知事としてはいつ頃までに結論を出したいというのはありますでしょうか。それは別に一般の人が建ってる中あそこ住んでればいいわけで、10年でも20年でもそれで嫌だってわけなんだろ。もっと贅沢なところに住みたい、この時代に宿舎あちこちガラ空きなのにさ、あそこでね、あんな公園を潰してね、高いビルを建ってね、まあ何かの風で強引にそれが成就されてもね、ちょっと議員さんとしたらやっぱり心理としてなかなか遠慮があって住めないんじゃないですか。そんなことで信釈されたらいいと思いますよ。はい、どうぞ。朝日新聞の徳です。すみません、今の話の続きなんですけれども、その建設場所をめぐってはその現予定地か、あるいはその今ある場所なのかっていう、なかなか折衷案を出すことは難しいと思うんですが、この場合はその参院側がですね、現予定地を譲らなかったらば、知事としての考えはどういう、まあ、そんなね、家庭の家庭で私西岡君とこれから初めて話すわけだからね、あなた方の想定をですね、ベースにしてね、ここで答えたって答えにならないからね、余計な質問しないでてもらいたいね。今の段階で答えられないでしょ、あなた。そんなもの相手があることなんだから。はい、他に、はい、新宿新聞頑張れよ。新宿新聞木川です。先日ですね、国交省の方で車交通量が 13% 平均減少しているという統計が出ているようなんですが、これが都道に与える影響とかそういうものはどういうふうに考えますか。特に圏央道につきましてですね、あそこには高尾山の水脈系を切るんじゃないかとかいうことで自然保護の運動が起きているようですけれども、そういうものに対する影響は出てくるんでしょうか。
いや、環状線はね、規定通り作らなかったらね、各都市は経済効率上がってきませんからね、その通行の総量が減ろうが減る前がですね、要するに道路を完成することがはるかに経済効果があるわけでね、これやっぱり文明工学で一つの原理ですよ。それで、まあ、あの今交通量が減ったのはですね、いろんな理由があるでしょう。それはね、要するに通勤のですね、まあ、そのラッシュの時間を除いて、まあ、データイムにだね、走らなくていい車が走っている種もある。ちょっとした買い物に要するに車使っていくというよりもね、小時短になればガソリン代も変わることから自転車で行くとかですね、もっとありがたいのは都心にですね乗り車が少なくなって、せっかく完備されているね、世界で一番ですね超密な要するに地下鉄のネットワークをね、もうちょっと利用してもらいたいと思いますけどね。あ、そういうことでね、私はいい変が出ると思うけど、環状線についてはこれはもう都市の機能として絶対いるもんですから、よくは今までほったらしに来ていけないと思うもんでね。だからまあね、大木さんの時にこちらが頼んで凍結を解除させて、まあ完成目指して進みつつあるわけですけど、高尾山も何だろうがね、とにかく別にあの森林切るわけじゃないし、地下トンネル通すだけのことですからね、これやっぱり理解してもらいたい。まあ、反対のために反対いく分あるでしょうけども、はい、どうぞ。読売新聞山崎と申します。今日の午前中に発表がありましたが、都立日本橋高校入試の、うん、で、まあ、ちょっと類似と言っていいか分かりませんが、神奈川県の県立神田高校という平塚の高校でも、うん、まあ、外見等を判断基準にしてというものが先月発覚しまして、まあ、議論を生んでいるところだと思いますが、地位のそういった問題に対するご見解を。入学試験というのはね、試験でありましてね、これやっぱりね、特にペーパーテストに限っては公正にですね採点されるべきだと思いますが、その前にまあ問題を起こしてね、一回退学自発的にしたのかさせたのかよくつまびらかにしませんけども、まあ、かなり問題のあった子どもがね、まあ、やっぱり志立て直してもう一回学校へ行きたいと受験してきた、それをね厄介な子が待てば困るっていうんでね、採点の上でね手加減してですね振るい落とすってのは、私は誠に フェアじゃないと思うし、教師としてあるまじき気持ちないし、つまり自分のね、よし俺ならあの子ども再生してみせると、立派な教育を施してみせる、じっくり話し合ってね、あの子を立派に育ててみせるという自信がないからそういうこと言うんでね、つまりなんかそういうことをする、そのなんていうのかな、先生ってのは本質的に先生ってのは資格がないと思うんで、僕は。その上でですけども、まあ、なかなかその、まあ、問題行動という、私も日本橋高校のケースどういうことか分かってませんけども、他県の教師ですとか神奈川の高校等でもですね、うん、それをじゃあ実際どうすればいいんだろうかっていうような議論も結構、まあ、教育現場で起きていると思うんですね。そのあたり、まあ、一方ではね、その子供を立たせるだけの体罰だと言ってね、そのモンスターペアレントのものがこれをバッコしてたら、中にはだね、子供がかじって休んでたら給食費払ってるんだから、学校の先生がね昼食をね嫌めに届くんやけど、バカなことを言う親が出てくるんだ。でこういう事態でね、先生たちに苦労するのは分かりますよ。物事の価値観考え方が変わってきたんで、つまり親にね、自分の子供を育成してくれる、ね、先生に対する感謝の意義がないからね、そういうことになるんで、昔はやっぱりね、お医者さんとか先生ってのは神様とは言えないけど、親にとってもとってもありがたい存在だったけど、そういうなんか認識価値観がなくなっちゃったからね、勝手気まん親が出てきた。だけどね、まあそういう状況の中で先生がね、子供を厳しく鍛えますと非常に難しくなったんだろうけど、それでもなおやっぱり教師という職業を選んだんだったらね、その使命感だけ忘れてもらいたくないと思いますね。それで面倒くさいからね、見えないところで採点加減してね、その子供を切り落とすっていうのは、これはもう言語道断だと思います。はい、しかるべき措置をですね、教育委員会で取るでしょう。はい、どうぞ。日本経済新聞の森川です。世界経金融の混乱に端を発して大企業の業績下方修正相次いでますが、企業の業績悪化が来年度の都税収入に与える影響、現時点でどう見ていらっしゃるか教えてください。かなり深刻ですね。かなり深刻です。大変なものになると思いますね。だからやっぱりその備えのためにもね、こうどっかで支えるために補正また組んだりするんですけどね、まあ、いろんな批判があるでしょう。しかし一方では円が高くなって、安くなってね、
高くなってか、それでそのまあそのね、日本の経済全体がダイナミズムを変えてくるのかな。しかし一方では今日もね、他の要件で来られる東芝の社長ありますがね、東芝がウェスティングハウスを買収したってこれ画期的なことでね、これからの新エネルギー時代に、ね、環境問題の時原子力しかないですよ、活路はね。こういったね、そのウェスティングハウス大体世界の原発の7割ぐらいシェアしてるのかな。それともね、東芝がね買ってですね、他の要するに外国の原子力機関っていうのはほとんど、つまり日本の企業が買った、これはやっぱり画期的なことですよ。とっても大事なことですよ。日本の国家戦略というのはこういうものをベースにしてね、積極的に考えていってもらいたいけども、どうもなんか政府見てると大変だ大変だ大変だってだけでね、まあまだ民間のはしっかりしてるなと思うけども、こういったものはやっぱりね、こうなんとか政府もね、こう踏み出して、どういうんでしょうね、これをまあ要するに一つのいい機会に捉えて、日本の存在感というもの、実力というものをこう培っていく必要が私はあると思います。はい、それじゃあ、はい、どうぞ。たびたびすみません、朝日新聞の別です。麻生首相がですね、まあ、言葉遣いの言い回しや、まあ、言葉の言い間違いでいろんな意味でですね、まあ、その話題を呼んでますけれども、まあ、同じこう組織のトップで、まあ、会見とかも出られる立場として、知事はどのように見られているのか。まあ、彼は彼なりのキャラクターで話をしてるんでね、でもね、言葉が足りないところもあるような気がするし、昨日実はまあ久しぶりに総理と会ってね、昔から知ってるから話しましたよ、なかなかまだやっぱりあの人のキャラクターね、とっても強くていいなと思った。それは前の総理大臣みたいに気の抜けた炭酸みたいな人いったら困るんだもんだな。それに比べはね、はるかに存在感があっていいよ。だけどやっぱりね、ちょっと言葉がね、粗雑なところもあるんだろうさ。ただやっぱりなんでね、君そのね、医者のこと言ったのったら、あなたの銀行じゃない、病院ってうまくいってないのかと、それ経営の責任じゃないかと、そんなことないと、ものすごくうまくいってるんだと。でなんで言ったら、まあ、一種の専門バカっていうことを言いたかったんだろうね。でそれはね、社会常識の欠落とちょっと違うんでね、お医者さんも忙しすぎるしね、つまりなんていうのかな、病院のことで頭いっぱいならね、世間バレーする暇もないだろうからね、まあ、そういうことの信釈がちょっと足りなかったかもしれないけど、でもいいじゃないですか、やっぱり、言いたいこと言ったりし、彼の表現があるんだろう、やっぱり、まあ、漢字は正確に発音した方がいいわな、そら。はい、それじゃあ、はい、どうぞ、またもいいよ。